皆さんこんばんは。おはじきサッカー選手の健三と申します。今日は私健三とですね、スグル選手の練習試合をお送りしたいと思います。まあ簡単にね、解説もできたらなと思いますので、よろしくお願いします。これはですね、昨日11月26日の金曜日ですね、小金町にあります日本おはじきサッカー協会の本部の、スタジアムが2つ設置してあるんですけれども、そのスタジアムを1つを利用した練習試合になります。で、練習試合の目的なんですけれども、2021年12月12日ですね、久しぶりに横浜国際オープントーナメントという、日本おはじきサッカー協会が所属しているフィステフっていう世界連盟があるんですけれども、そこの世界連盟のバナーで行う、大会で、3月に、東京の足立区で、スプリングトーナメントっていうのがあったんですが、それ以来ですね、の公式戦になります。昨年今年とコロナ禍の影響で公式戦も思うように開けないっていう状況が続いていて、世界連盟の方のワールドカップ、サッカーでいうと FIFA ワールドカップのような、フィステフェワールドカップっていうのがあるんですけれども、昨年、9月に、開催予定だったものが1年延期になって、今年9月のワールドカップも延期になって、2022年ですね、ローマ大会一応開催されることが、この間、発表されてましたけれども、まだヨーロッパもですね、日本でいうと第6波といえるような感染拡大が進んでいるので、まだ来年の状況はわからないっていう状況ですね。コロナが始まってからこういうスポーツ界っていうのはかなりの影響を受けていると思うんですけれども、日本のおはじきサッカーも、かなりその分ですね、影響を受けています。今度の横浜の大会はですね、日本のトップランカーのセドリック選手が参加するので、レベルとしては、海外選手が来れないんですけれども、非常に高い、大会になると思います。で、日本のトップ選手も含めてですね、セドリック選手っていうのはですね、大きく立ちふさがる壁みたいなもので、なかなか勝つことができないんですね。で、アジア大会っていうのがあるんですけれども、アジアの中でもセドリック選手っていうのはトップランクなので、なかなか負けないんですね。で、実際目の前で、セドリック選手が負けたのを見たことあるのは、一度ベルギーの選手が横浜国際に来ていただいたことがあって、その時にベルギーのミカエル選手っていう選手に、決勝戦で負けたのを一度見たことがありまして、でその時もですね、やっぱりヨーロッパ選手同士の戦いっていうのは、非常に確実でミスが少ないので見応えがあったんですけれども、そのような、試合を今回の横浜国際でセドリック選手に対していろいろな戦いがですね、国内選手が見せれるかどうかっていうのがポイントになるんではないかなと思っています。改めて昨日の練習試合見てみるとですね、やっぱりミスが多いということで、おはじきサッカーのいろんな試合っていうのはですね、YouTube でサブティオ SUBBUTO っていうので検索したりですね、世界連盟の FISTF っていうので検索してみると、ワールドカップとかですね、世界のそのいい試合っていうのは見れるんですけれども、身近な例としてですね、その Facebook で、よく投稿されてるんですね。ライブ配信とかってのされてるんですけれども、ワールドカップで知り合ったいろんな選手がですね、Facebook でそれぞれの国で、小さいトーナメントから大きいトーナメントまでライブ配信をしてるんですね。それで、先日イタリアのグランプリがあってローマでやったんですけれども、その出てた、個人戦で優勝した選手の Facebook がそのグランプリ前にですね、気軽に練習をしてる画像っていうのがあったんですね。試合をしてたんですけれども、実はそのおはじきサッカーっていうのはもともとサブティオっていう、
まあ、70年前に、イギリスのピーター・アドルフが発明したゲームなんですけれども、そのゲームの元々のおはじきっていうのはですね、そこが丸くてですね、非常にこう弾きにくいんですね。それでベース自体もちっちゃくて、ちょっと厚みもあって、今のスポーツタイプのその速い、プレーをするのとはちょっと違ってですね、多少ちょっとスピードが遅かったりとかするんですけど、その人がその昔のそのサブティオのベースを使って試合をしてたんですね。でそれがですね、もう今のスポーツタイプと同じぐらい速いですね。でドリブルとかですね、で一番驚くのはですね、まあ浮く球っていうのがあるんですけど、まあ、シュートのところで、ゴールの隅を狙って浮かす球っていうのを、今のベースっていうのは比較的出やすいんですけれども、昔のそのサブティオの厚みのある、角がですね、ボールに当たるところがエッジが立ってるようなおはじきっていうのは浮いた球っていうのはできないんですけれども、でそれをですね、まあ、3センチぐらい離れたところからボールをその弾いて、その浮き球のシュートをしてたんですね。で私まあサブティオのベースでも実際にプレーしたりとかもするんですけれども、浮くっていうのはですね、ボールに接近して、ボールに乗せるような感じで浮くっていうのは可能なんですけれども、距離が離れたところで浮いた球っていうのはやれたことがないんですね。でどうやったら球が浮くんだって毎回見て思ったりするんですけど、イタリアのセントベネデットトロントっていうところでワールドカップが2015年にやった時に、日本代表で参加した時があるんですけど、その時ショッピングセンターで、デモマッチっていうんですかね、アメリカとかチェコとか、まあ、いわゆる一流国じゃないところが、集まっていろいろとやってたんですけれども、その時にも、サブティオの、プレイヤーっていうのはイタリアにたくさんいて、そのイタリアのプレイヤーたちが浮いた球っていうのをいっぱい出してたんですね。でその試合を見ててですね、もう果てしないほどのこの技術的なさっていうのを感じたんですけれども、まあ、今回もそのイタリアのグランプリで、優勝した選手の、昔のサブティオタイプのプレーっていうのを見てて、非常に流れるように綺麗なんですね。で、まあ、日本ではですね、そういうプレーっていうのをそのセデリックぐらいしかいないんですけれども、そのセデリック選手がうまいって言ってもですね、ワールドカップ そのオープンクラスって言って、まあ、U19で彼は決勝まで行ってるんですけれども、そのオープンクラスでそのセドリックもグループリーグでなかなか上に上がれなかったんですね。マンチェスターでセドリックは2012年にワールドカップに出た最後の年なんですけれども、その試合見てても、そこまでのレベルってなかなかないんですね。ですのでもう果てしないほどこう世界っていうのはレベルが高いんですけれども、そういうフェイスブックに投稿されている、まあ、ちっちゃいトーナメントに出てくる選手っていうのはですね、さっきのイタリアのグランプリ以外のですね、そういう大きな大会じゃなくてちっちゃいグランプリの、街中でやってるようなトーナメントなどがレベルがもう恐ろしく高いんですね。でまあ、おはじきサッカーやったことない方っていうのは、おはじきっていうと日本人が、まあ、手先が器用で、そういうの得意なんじゃないかなっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、その指先の器用さっていうよりはですね、その流れるようなプレーっていうのを、まあ、サッカーと同じようにこう創造性豊かなプレーっていうのを、そういう街中のトーナメントなんかでもよく見れるんですね。でなんかそういうの見てると、もしかしたらですね、日本のおはじきサッカーっていうのはちょっと野球じゃないんですけど、一回一回考えながら一回一回やるようなところがあって、サッカー的なテイストっていうよりも、なんとなくですね、なんていうんでしょう、これ間を置きながらの勝負みたいなプレーが多いですね。でそういうようなこうプレーとかっていうのを Facebook で見てたりとかすると、今回の練習の試合のビデオですね、改めて見てみると、まあ、愕然としますね。まあ、ミスが多いっていうのがまだまだ多いんですけれども、それだけじゃなくて、
サッカーとしてのそういう試合のプレーの面白みっていうのを あんまり出せてないんじゃないかなって自分自身で感じていて、まあ、その辺はすごくこの動画を見て改めて、感じます。で、まあ、2007年におはじきサッカー協会っていうのができまして、でフィステフに理事国として今加盟をして、ワールドカップにも毎回のように選手を派遣しているわけですけれども、このコロナ禍で、大会がない中でですね、個人レッスンっていうんですかね、個人の練習っていうのって私自身もですね、これまでにないぐらいやれてるんですね。で、まあ、いろんなパターン練習とかいろんなのっていうのをやってるんですけれども、そういう流れるようなプレーっていうのはやっぱり試合の中で、そういうことをやってる選手がたくさんいる中でやっぱり生み出されてるこう集団の、技術みたいなところがあって、その日本のそのおはじきサッカー界っていうのはですね、どうしてもそこのレベルっていうのになかなかボトムが上がってこないんですね。で、その辺は何でしょうかね、今日の試合をこう見ててもやっぱり感じますので、まあ同じようなことをずっと喋ってますけれども、どうにかしたいなと思ってます。今ですね、おはじきサッカーの場合はこういうふうにバックスが固めてあって、まあ、シュートラインを越えないとシュートができないってことで、ラインの近くでいわゆるバイタルエリアでの攻防っていうのが多いんですね。で、今私の選手が3名、トップに張ってますけれども、で後ろのセブンバックっていうのは基本的に崩してなくて、で今スルーパスですね、ラインの方に入りまして、でこれを超えると、あ、今ボールが動いてる時に守備が当たってしまったんでフリーキックなんですね。で、そうです。でここはですね、ボールの前に人がいるんでオフサイドになっちゃうんですね。でオフサイドになるといけないっていうんで、ティックっていうルールがあって、ラインを上げることができるんですけど、それはボールに関与しちゃいけないので、今ボールが関与してしまったので、フリーキックで、なってしまいます。でこれスグルさんの今反撃ですね。プレスをかけたんですけれども、相手が動いてるボールに当たってしまって、私が反則を犯してしまってスグルさんのフリーキックって形になりますね。で今セブンバックの真ん中がちょっと空いてるので、ブロックフリックで、フリーキックのバックでそこを埋めましたけれども、サイドの方がこう空いてるんですね。でプレスをかけて、でこれチェンジですね。でまあ今のね攻防なんか見てても、マスクル選手のアプローチっていうか攻めっていうのは、まあ、普段そんなに強い選手とやらないので、まあ、簡単にこう攻めても結構結論までいっちゃうんですね。でただちょっとこう上手い人と当たると、ボールの前にプレスがかかるので、あんまりボールから離れたところとか選手間の距離があるようなところで攻めていくと、ああいうふうにこうチェンジになったりしやすいんですよね。でこれがですね難しいところで、まあ、日本全体のレベルってことにもなるんですけれども、ディフェンス、あ、ここいいですね。今スルーパスで中入りまして、シュート、泣きのような浮き球、右の隅を狙ったシュートが決まりました。で実はですね、これ今リプレイが、出ないと思うんですけれども、まあ、中盤の方からスルーパスを出したんですね。でその時に比較的流れるような速いプレーだったと思うんですけれども、ああいうのはですね、個人のいろんなセットプレーっていうのを練習をしている中で培うことができています。で今まで前半がもう少しで終わるところなんですけれども、今2対0で、私健三が、2点リードをして、練習試合が進めています。実はですね、11月の全日本おはじきサッカー選手権っていうのがありまして、私は決勝まで進みまして、このちょうどスグル選手と決勝を争ったんですけれども、
まあ、あの絶対的な決定機の数で言えば私の方が多かったんですけど、シュートを決めきれなくて、延長10分、まあ普通の試合が30分でその後延長10分をやって決着がつかないで、まあ、0対0のまんま、サッカーでいうと PK 戦みたいなのがあるんですね。で、オアシスサッカーの場合はシュートアウトっていうのがあって、シュートラインの中に、5箇所そのシュートアウトのポイントがあって、そこから、ゴールキーパーと1対1でシュートをして PK 戦みたいなことをやるんですけど、まあ、それで残念ながら 2対1で負けてしまって、優勝できなかったんですね。後半戦始まりますね。で、その時に思ったのが、実はですね、オアシスサッカーのベースっていうのはですね、そこをこうワックスで、さっきちょっとやってたと思うんですけど、こう滑りを良くするように磨くんですね。で、例えばシュートとか浮き球っていうのをするときに、こうちょっとでも滑り方っていうのにこう振動があったりとかすると浮き球っていうのは綺麗に出なかったりとかっていうのがあるんですね。ですので、この間の試合の反省点として、まず一つはですね、あまりシュートが良くなかった理由としては、ちょっとシュート練習が足りなかったっていうよりは、ベースの滑りがですね、あんまり良くなかったんですね。良くなかったっていうか、滑りは滑るんですけど、こう滑り方に雑味があるっていうんですかね、ちょっとブレるような感じの滑り方をしていたので、その辺がこう反省でした。で、今日はこの練習試合で使ってるベースっていうのは、イタリアの、アストロベースっていう会社のですね、 C3 っていう、私がそのオアシスサッカーのワールドカップに初めて参加した2012年に、使ったベースなんですね。それでもう多分10年近くですかね、全然公式戦では練習も含めて使ってなかったんですけれども、そのワックスを塗る前のその底面ですね、プラスチックの底面があるんですけれども、それをこの1週間かけて、コンパウンドで綺麗に磨いたんですね。で、それでワックスをかけたっていう感じなんですけど、ちょっとまだ磨ききれてないんですけれども、今日のこの試合見てると、滑りはもう非常によく滑って、いいんですね。ですので、今度の横浜国際に向けてですね、ちょっとあと2週間ありますので、おはじきの底の状態っていうのを良くして、それからワックスをしっかりとかけて、滑りがいいような感じにしたいなっていうふうに思ってます。で、その滑りがいいとどうなるかっていうとですね、ベースが一つ一つこう滑り方が違ったりとかすると、ドリブルとかしてパスをつないでいった時に指の感覚が違ったりとかすると、速いプレーってやっぱりできないんですね。で、今ここのところもそうですけど、シュート入りましたね。いいプレーでどんどん入ってきましたけれども、こういうようなプレーをするときに、そこからの抵抗感っていうのが、あんまり強いとですね、指に力が入っちゃうんですね。で、指に力が入っちゃうと速いプレーはできないと。どっちかっていうと、指を軽く振るだけでおはじきがよく滑ってボールを前に運べると、非常にこう、なんていうんでしょうかね、気持ちいいんですね。ですので、そこをよく滑るようにするっていうのは、普通の試合ではワックスをかけるわけですけれども、長年やってるとそこが傷がついたりとかしてるので、ちょっと不安定になってくるんですね。で、それをこの間の全日本の決勝の時に、反省点として自分自身は思ったので、この1週間かけてですね、今日のこのベースは普段使ってないベースなんですけれども、滑り具合は非常に良かったんですね。例えばここのアプローチですよね。これ逆でしたね。このアプローチです。このふわっとして。で、例えばですね、滑りがあんまり良くないと、今のアプローチをした時とかに、ボールがこう、ぴったりくっつけるのってなかなか難しいんですね。ここもちょっと見てください。滑りがいいと、こう、綺麗にアプローチが決まるんですね。で、トラップもうまくいくと。で、唯一シュートはうまくいかなかったですけれども、で、今3人で攻めて、一人一人マークがついて、で、左サイドの選手が一人だけ、
大体あれ今70センチぐらいのアプローチだったと思うんですけど、結構軽々くとアプローチができたんですね。でアプローチする場合って、まあ、方向がもちろん大事なんですけど、方向以上に強さがですね、当たってもこうボールが動いてしまったら、攻撃できませんので、そういうのを考えるとやっぱりその滑りっていうのはすごく大事じゃないかなっていうふうに思ってます。あ、今この場面ですね、ちょっと間違えて僕がちょっとクレームを言ってるんですけど、あのゴールキーパーがあのやってたんですけど、その連続でゴールキーパーが弾いたような誤解をしていて、フリーキックを要求して、まあ、あの卓さんもいい人なんで、あの反則でしたかって感じで、フリーキックになっちゃってるんですけど、これは私 の, あの誤解でしたね。あのゴールキーあのキーパーが直接ゴールキックやった後にゴールキックってやっちゃいけないんですけど、そういう感じだと思ったんですね。あ、でここの場面はですね、そのセットプレーからボールを流して、その動いてるボールに対してシュート、まあ、ローリングシュートで、まあ、通称ドラゴンシュートって言うんですけど、これも今シュートチャンスですね。で今これボールより前に1人選手が出たんでオフサイドなんで、ティックって言ってラインを上げてます。でもシュートチャンスですね。あ、惜しいですね。コントロールシュートでやりましたけれども、入りませんでした。私の方から見て右サイドからのスローインなのかな、1回しかやってなかったらスローインですけど、1回ですね、スローインですね。あのミスジャッジからの、フリーキックだったので、まあ、ここで点が入ったりとかすると、こうやって動画で後で確認すると後味が悪いんですけれども、これは確か入んなかったと思うんですけどね。あのシュートは何本か打ってるんですけど、ですね、どんな感じでしょうかね。あのこれ GoPro の9っていうのをネックリングにつけて、撮影してるんですけど、たまにこう下の方が映ってなかったりとか、あ、コーナーキックですね、よかったですね、まだ入んないで、あの後味が悪い感じにならなくてよかったですけども、コーナーキックの場合はこういうポジションフリックって言うんですけど、セットプレーの前 の, あの自分の攻撃の選手を場所を決めれるんですね。それを弾いて3回やれるんですね。で、守備の方も同じ回数3回やれます。で、セットは他のセットプレーですね、例えばスローインとか、フリーキックなんかの場合もポジションフリックっていうのがあって1回やるようになります。さあここどうでしょうか。全然見当違いの方向いてますね。ゴールキックだと思って今一瞬片付けようとしてましたけど、スローインですね。ノフリックです。で組んでいきますね。まあ、とりあえず私の方は、ワンツーマンに行く前にリトリートって言いまして、戻ろうとするんですけど、相手のドリブルの方が早かった。危なかったですね、これは。リトリートをする前に、目指してる数が少ないところをちょっと穴を埋めるっていうよりもプレスをかければよかったですね。まあ、ちょっとのんびりした守備でしたね。で今度は私の方からゴールキックになります。で、まあ、ゴールキックの場合はこういうふうにこうアレンジし直して、守備の方が後でこう自分のポジションを決めるんですね。で今は動いてる時に触ってたんで、フリーキックは取ってないですね。フリーキック取らないで、あ、これはですね、いい形ですね、多分いい形ですね。ナイス、あ、チェンジですね。残念ですね。やっぱりああいうふうにこう近いディフェンスをするとチェンジになってしまいます。いいディフェンスだったと思います。ちょっと今画面が見えないで何やってるかちょっと分かんないんですけど、あ、多分、あ、チェンジになったんですね。いや、このですね、攻防の中で、さっきいいディフェンスでチェンジでいって、あ、またチェンジになったみたいですね。
スグルさんの攻撃になってます。ちょっとセブンバックの左のサイドが空いてますね。まあ、今のディフェンスは良かったですね。ボールの前にきっちりとつけて、あ、もう諦めてチェンジですね。さあ、こっからの組み立てになります。あ、これオフサイドがボールが出てるのでティックでライン上まで戻して、そのティックっていうルールを使った場合は相手も1回、ブロックフリックディフェンスができます。で、私が今ここから組み立てですね。あ、ひどいですね。やっぱり安全策をやるべきなんですけど、ここで相手にチェンジになってディフェンス間に合うんでしょうかね。ボールのシューターをまずかぶすね。でここにつきます。で1人マークつけます。まあ、2人弾けないんで、ああいうふうにやることで、シュートがしにくいっていうのがありますね。でここはちょっと窮屈なシュートなんで多分大丈夫だと思いますけども、あ、1回アプローチして、これ危ないですね。ああ弱かった。まあ、今のは状況によっては綺麗にシュート入れられてもいけないような角度の、ところまで入られてましたね。もともとは自分の、アプローチの失敗から招いたということで、まあ、こういうようなミスっていうのはですね、少なくしないといけないと思います。いいディフェンスなんですけどよく滑るベースなので、細かくですね、こういうふうにターンができたりとかします。これはいいですよね。で今ラインは揃ってますよね。これアプローチできるんですかね。できないですね。やっぱりチェンジ。ちょっとラインが乱れてます。ああ、ミスしてくれてますね。これ危なかった。お互いにちょっとやっぱり長めのアプローチ失敗してますね。やっぱこういうのがやっぱ課題ですね。今スペースが裏に空いてますね。左サイドに一人シューターがいるので、ここでトラップがうまく綺麗にアプローチ、あ、うまいですね。できればシュートまでいけると思います。あ、クロスバー力が入りすぎましたね。でクロスバーなんで多分相手ボール、キーパー触ってないんだと思うんですけど、スグルさんのスローインからですね、ポジションフリックなしのノーフリックからリスタートしてますね。おお、早い。今スグルさんとしては2点負けてるんでね、私のラインも、乱れてますので、攻撃を、あ、チェンジもったいないですね。さあどうするか。あっちにボール持ってくんじゃないかな。スマッシングすると思います。あ、スマッシングしないでも行きましたね。でここもスペースが空いてますね。いいディフェンス。ボールの方の出先の方に一度ボールを戻します。で、いい持ち方できたんで、スルーパス狙ってくると思います。大体のディフェンスがこれは甘いんですね。ちょっとね、でいいとこ入りました。シューターが2人いるところのところにボールを前に持ってくることができたので、まあ、どっちかでシュートですね。手前の方を選択しますから、でワントラップしていい角度ですね。ナッシュ。これは右隅を狙って、今日はね右隅を狙ってますけども、ね、見事に入りました。これで3点目ですね。まあ3対0っていうと点差がね随分離れてるように思うかもしれないですけど、まあ試合の流れでこういうふうに差が出る時もあれば、まあ、逆の場合になることももちろんあるので、まあ、実力がすごく離れていてもですね、サッカーと同じようにジャイアントキリングみたいなところってのがあるんで、今回のねセドリックとの戦いでもセドリックが調子が悪ければ可能性がないわけではないので、あですね、チェンジ、あ、チェンジしかないんですね。2人でやって審判がいないですのでセルフジャッジが失敗することもやっぱりありますね。ナイスシュー、素晴らしいですね。今のも、デザインされた
がちょっと太くなってきた。ああこれはもったいないですね。まずご飯も割りかけてますね、多分ロングシュート狙ってくると思います。ああもうとんでもないと思いますね。だらだら喋ってきましたけれども、以上で終わりたいと思います。横浜国際でお会いしましょう。よろしくお願いします。